おちょくりハマおおちょくりハマまたためちょくられてここでそこそこ電話番号が来ましたので、なんとこの電話番号ゲイ掲示板にですね、晒したいと思います。はい、なんとですね電話番号が送られてきました。電話番号が送られてきたんですけど、この電話番号をゲイ掲示板に晒し上げたいと思います。ごめんなさい、やめてください。いや怖いんで嫌ですよ。はい、ゲイ掲示板の方と、ね、嫌がらせ行為等で全て通報しておきます、この電話番号。やばい、なんか橋本くんから死ねかすゴミってきたわ。ひどい、は死ねかすゴミってきた橋本くん。じゃあもういいっすか、この電話番号をさらしてよ。これ、あ、こんばんは、喋りますか。こんばんは、はい、何の用ですか。いや、はい、電話番号さらしてごめんなさい。僕のこと論破するんですよね。はい、どうやって論破しようか。お母さんとフォートネットやりたくて、うん、ロンパはできないけど、なんで俺がフォートネットやんなきゃいけないんだおめえと。な、いや一緒にやりたいから。俺はおめえとやりたくねえんだよ。なんで俺がお前とやんなきゃいけないんだよ。なおい、ごめんなさい、避けてんじゃねえぞ。今死ねとかカスとかゴミとか送ってきやがった。お前誹謗中傷か。お前誹謗中傷ってお前知らねえのか。今ないろんな芸能人や著名人が誹謗中傷によってな亡くなってんのお前知らねえのか。なあ、もうやっていいと言っていいと思ってんのか。こんなこと、死ねだのカスだのゴミだとは。お、逃げた。ね、いちいち切んのやめてもらっていい。ごめんなさい。なんでお前ビビって、なんでお前ビビってんの。な。ごめんなさい。ごめんなさいじゃないだろ。ごめんなさい。なぜごめんなさいなのかがまだ話せてないよね。なあ橋本くん、調子乗りすぎて顔出ししろよ。論破してやるよ、ツイッターで論破してやるって息巻いてたんだから、まず俺のことを論破させてくれ。よろしく。何、ちょっと待ってもらっていいですか。待ちます。はい、橋本くんが消えました。おい橋本、早く上がってこい。お前なんでちょっと待ってもらっていいですかっつってお前逃げんだよ。お前が言ったんだろ。なあ、お前が浜野見てるか、電話番号送ってきて、はっしねかすゴミ、論破してやるようなのなんだろ。お前が言ったんだろ橋本は。なあ、ちょっと待ってってどんぐらい待つんだよお前。あ、来た。ごめんなさい、何をやってたんだよ橋本。何してたの。はい、何、お母さんと話してきて、ああ、それで、
誠心誠意謝罪してこいってお母さんに言われたの？誠心誠意謝罪してこいってお母さんに言われたのか？いや、お母さんに代わってよ。ママ。いや、ママは？お母さん今ちょっと忙しい。じゃあ嘘じゃん。仕事してて。何仕事してんの家で？テレワークです。はい、テレワークです。テレワークやってんの今お母さんが？そうです。じゃあお母さんとお話ししないと俺許さないからね。俺カタカタうるさいし。ごめんなさい。あのね、橋本くんね、まあコメント欄でね、あの論破してやるよ、おいダメ花野とかさ書くのはまあ許せるよ。橋本くん聞いてる？でうるさいんだよ、ガサ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 。橋本くん、聞こえますか？聞こえます。うんね、コメント欄でそれは書くのはまあわかるよ。まあわかるけど、そうね、電話番号は教えちゃダメだから。はい、これも自分の電話番号なんでしょこれ。自分の電話番号をインターネットのさよくわかんない人に送ったりだとかね、送っちゃダメだからね。これ俺だからいいけど、意味わかんないさね、やばいやつとかだったら普通にすぐツイッターにツイートされるからね。橋本くんで、その後にさ発しねカスなのさ、こんなひどいこと書いてさ文字にして、何がしたかったのっていう感じじゃないの、このあなたは。まあ自分でもそう思ってるけど、うん、自分はただ単にえ自分は、うん、あの浜田さんとやりたくて一緒に。何セックス？いや違う。何やりたいから電話番号を送るっていう意味が分かんないんだよね。いや、ちょっとそれは、ね、それはね間違ったやり方だからね。あの注目を浴びたいから、やりたいからね、俺になんかそういうなんか冷たい対応取れば構ってくれるんじゃないかって言われても、構ったところで君と仲良くしようなんて思わないでしょ。はいねえ、君のやり方は間違ってるね。楽しくコメントを書いといて、そんな1日2日とか1日とかでさ、君と俺はゲームしようかななんて思うわけないじゃん。まあはい、うん、それはそうですね。だからそれはね、君は間違ってるやり方。すいませんでした。うん、合ってんの？はい、うん、でお母さんとお父さんに通報しとかないと。これまずさ、これさ、君アカウントお母さんのでしょこれ。お母さんに迷惑かかるからね、言っとくけど。これツイキャスのさ方のお母さんのアカウントだしさ、 YouTube もお母さんの名前でしょこれ。はい、松本くんまた逃げました。はい、もう逃げたことによってね、松本くん、なんでいちいち逃げるの松本くん。いや、ちょっと間違えて。松本くん、これお母さんのでしょって。
これね、もう君はね、もうお母さんも分かっちゃってるからね、今この名前。いや、本当にやめてください。だって注目を浴びたいから絡んでくるってことはそういうことになるんだよ。ね、すいません。なんで後のこと考えられないの、インターネットなのに。わけわかんない大人とかが、ね、大人とかクソガキとか見てるんだよ。もっと自分を守らないと。ねえ、松本くん。松本！終わってんのかお前。なのでね、お母さんと君の電話番号はゲイ掲示板にさらしておきます。本当にやめてください。え、やめてほしいの？はい。松本くん何泣いてんの？いや、松本くんまた消えちゃったよ。あ、これね、あの YouTube が橋本で Twitter の方が松本ってなってて松本なんですよこの人。松本くん、なんで君橋本くんから松本になってんの？ね、いや、ちょっと間違えました。あ、じゃあこっちが本名なんだ、松本。本当にごめんなさい。あのね、嘘泣きとかいいからねえ泣けば許されると思ってんのお前。いや、お前転生したのか。お前さ、まだ声聞くとまだ子供なんだからね、自分で解決できないことはしない方がいいよ、インターネットで。ね、まだお前カゴ持ってんだから、お母さんのカゴっていうね、カゴ持ちなんでしょ君は。うん、カゴ持ちスキル持ってんだから、お母さんのスキル。何、これから気をつけんの松本くん。じゃあどうしていくの君は、インターネットで。どうしていくの、他の人に。うん、教えない。うん、何を？電話番号とか個人情報な。あの個人情報で、あともう一個ミスしてんのが、これ自分の本、あの本垢だからね、君のリアルなアカウントだから、まず松本っていうのは名前バレてるだろ。お母さんの名前もバレちゃったし、でもフェイスブックでね、その危険だからね、言っとくけど。とりあえず今日はね、これ全部アカウント、お母さんに説明してアカウント全部消した方がいいよ。はい。一からやり直しなさい。転生して橋本になりなさい、また。いや、でも。うん。お母さんに言ったら。うん。ちょっと。何？いや。お母さんに怒られると思ってんの？怒られるっていうか、なんか、うん、何、まあ松本今危険なのが、ね、YouTube で今300人見てて、ツイキャスで150人見てんのよ、ね、そういう世界なんだよ。あのこれは少ないか多いか取られるのは個人の自由ですけど、僕の中ではかなり多い人数にあなたの会話、あなたのアカウント等が見られてるっていうことなんですよ、これね。それなのにもかかわらず、危機管理能力がないんだよ、未成年って。
お前みたいなやつよ、何でもやれば大丈夫だみたいなさ、ジャングルで全裸で歩いてるような人間ばっかりなんだよ。ガサガサうるせえなお前は。ジャングル歩いてんの？うん、大切なものは自分で守ることなんで。はい、ある？ここはジャングル、インターネットはジャングルだぞお前。ジャングルに君は裸で喧嘩売りに来てるようなもんなんだよ。それは無能だからな松本。じゃあもうこれから気をつけんの。うん、そうか松本くん。今俺に許されるような感じだと思ったでしょ。いや、この話の流れで今浜のまとめに入ってんな話。あ、このままハイハイ言ってれば許されるなって思ってるでしょ。俺許さないから。え？あ、松本くん。松本くん。わかった。今後先な、お前はまだこういう経験をしていく可能性があるけど、許す大人、許せない大人っていうのはいっぱいいるからな。はい。かっこつけるやつとかね、今の俺かっこいいでしょみたいな感じでうんちくとかなんか並べてくるようなおっさん連中とかに君は出会うかもしれないけど、君は今ここで気づけてよかったな松本。はい、気をつけろよお前。じゃあ、はい、でもちゃんと教えて、何を気をつけるか。このインターネット上で生き抜くためには君は何を気をつけるんだ。え、うん、知らない人にはおう個人情報を知らなかったり、そう飲んで、なんだ迷惑をかけなかったり、うん、ほんで なんだよそれが。見とけゲームは。はい、な、黙って配信は見とけ松本。はい、わかりました。黙ってりゃ楽しいんだから。はい、よかったなこのチャンネルで。ごめんなさい。はい、じゃあいいよ泣いて今。ドラえもんのモノマネできる？松本くん。いや、できません。じゃあやってみて。
やってみようぜ。いや、せーの、タケコプター。それドラえもんなの？松本くんの中で。いや、何？わからないから。え、ドラえもんわかんないの？はい。え、ドラえもん見たことない？あ、最新バージョンのドラえもん見たことあるのか。じゃあ見てなくて。見てない。何のアニメ見てんの今いつも？アニメはそんな見てなくて。アニメ見てない。何見てんのじゃあいつも。ドラマとか。何のドラマや？何のドラマ見てんの？え？え、てかプライムで。アマゾンプライム？それで何見とんの？あの大門未知子のはい？大門未知子？いるの大門。はい。ドクター X。ああ、ドクター X ね。ドクター。私失敗しないので。失敗しとれないかよめ。